こんにちは、服部ひろきです。できたばっかりの楽団ではあるんですけども、中身は気の知れた仲間ばかりで、そういった他の楽団で活躍する音楽家たちが一つの曲をやりたいという熱い思いを持ってこの楽団に集まってきた。そういった楽団はなかなかないので、この中で指揮をできるということはとても幸せで有意義なことですね。2曲とも本当に素敵ですよね。何が素敵かっていうと、物語が2曲ともあることなんです。でもその物語っていうのは作曲家によってはほんの少しの言葉でしか語られていない。ということは、曲によってその語られる物語を僕らが自由に想像することができるわけです。そこが今回の演奏会の魅力でもあり、物語っていうテーマであるんじゃないでしょうか。特に四季の方では春夏秋冬の移り変わり、移ろいというものを感じていただきたいです。今の日本は季節の変わり目が激しいですが、この曲はグラデーションのように美しく季節が移ろっていきます。特に僕の一押しポイントは春から夏に変わるところ。こんなに美しく春から夏に熱気が伝わってくる、空気が変わってくるっていうのを表すことができるんだということをとても驚きました。今回の演奏会は舞台上の僕らももちろん客席の皆さんも主役となれる演奏会です。ぜひ会場で一緒に物語を紡ぎましょう。開演前には皆さんの曲が分かりやすくなるように、簡単な曲の解説プレトークを用意しております。ぜひ会場に早めにお越しください。では会場でお会いしましょう。さあ、服部先生に演奏会に向けて伺ったわけなんですけれども、私たち奏者も演奏会に向けて負けていられませんね。そうですね、あと少し頑張りましょう。さあ、各種プレイガイドにて、チケット好評発売中です。前売り券700円、当日券800円で、ご覧のプレイガイドにて発売しております。当日はですね、皆さんに、四季の素晴らしい世界観をお届けできたらなと思います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。